何？うん、おはよう。おはようじゃないかも。うん、今さ、え、めっちゃ味濃いこれ。うん、公園でした。うん。時間感覚くるよくない？わかる。昨日の時間やばかった。昨日の時間感覚が。気づいたら6時、気づいたら10時。それはしてな。気づいたら12時。なんか疲れおるからかな。こうやってしよう。うん。なんか耳聞こえんくなるからさ、完全にフードしちゃったら。なんか、そういうファッションもいない。でさ、サラダも卵と一緒に食べるやつ、分からん、人の勝手や、そんなん好みじゃ。レイポンとはとある場所に行く約束をしました。うん、でもレイポンが行ってくれるかは分かりません。うん、ね、予定的にな。え、マジで行きたいね。うん、でも期間が期間すぎてな。うん、1日ぐらい、うん、1日ぐらい。でもさっき名言言ったと思う、うん、1日ぐらいが何日も続いたらっていう話。今日は昼夜公演ですよ。マジで久しぶりすぎる。うん、うん、マジでレイ3回目ぐらいいるよね。眉毛最近さ脱色してないからめっちゃ濃くなってきた。そんなんじゃない。ちゃんやま、くもありがとう。何と探してた、何とって。え、それな、レイも。うん、ビデオたまに入るようにやって。いろいろどっちも、うん、え、でもなんかそういう人めっちゃ多かった今日。あ、そうなんや。ファミリーのお客様って家族で来てくださいねっていうこと。分からん。最初さ、メンバーの家族やと思ってて死ぬ。そうちゃん、ちゃうわ、あの何なんて、家族でってことちゃう。今日のご飯、え、そういうことやんな、うん、家族で見に来てねってことやんな。そうじゃん。マジでだから最初さ、え、メンバーの家族ってそんな200人もおらんねんけどとか。最近キューピーの公園家族の方多くないですか。うん、うん、え、テンナが、そう、赤ちゃん来たり、え、そう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 、赤ちゃん来てたって言ってて。赤ちゃん来たりするんよ、子供ちゃんが。かわいすぎんそれ。M のサイン初めて入ったのがレイポンの生誕やったやつ。ありがとうございます。最近やの、ほうちゃんが出てくれんかったやつな。私は出るつもりやったけど、レイも出てもらうつもりやったよ。メンバーなか名前なかった。お互い出るつもりやったよな。やけどメンバー見たらおらんくて、まあ、絶対レイナと俺おったらおもろかったで。そな、レイをいじる2人な、うん。でもほうちゃんさ、この前みおちゃんの生誕の時にさ、レイニャに厳しかったやん。なんか、レイニャが意味わからへん、なってへん、ちょっとレイニャがアホなこと言うからやん。なんか先輩もツッコミにくいやん。確かに。めっちゃおもろい。別に博さんのこと応援してるわけじゃないやでさん。長い。レインボースターありがとう。シドーマン、レインボースターありがとう。いや、マジで最近、てか昨日さ、うん、昨日がやばかったん、食欲。昨日がほんまにやばくて、え、マジで夜中に牛丼頼むとかやってん。でも、どこやったん。でも、頼んで途中まで、うん、でも、届かへんくて、住所打ち間違えてて。どういうこと。住所打ち間違えて、うん、で、それで、そのウーバーやってんけど、うん、ウーバーの配達員さんからメッセージくんねんな、そういう時、うんうん、
なかなか届かへん時に、うん、で住所って、ま、ここで合ってますかみたいな、うん、間違えてて。え、どういうこと？レイがうち間違えて住所の設定を、うん、入力をミスって、うん、マジで全然知らん色の家の方の住所か存在しいひん住所か分からへんけど入れてて、でそれでもうなんかドライバーさんがたどり着けへんからって言ってキャンセルされて、危なかった。でもそれがやっぱでも食べんなってことやってん、頼みはしてん。ホッピーに会えるの楽しみ、待ってます。ん、今日髪型何しよう。あ、それ決めたね、さっきテナとニヘイとレッスン上でウーバー頼んだ。買いに行って、そこやったらなんかウーバー頼みたいって思って。ウーバーって高い？え、それ高いねんな、普通に買いに行ったら安い、うん、安いね。しかもさ、ウーバーってさ、世の中に浸透しすぎてさ、安いみたいな風潮ない？見た目安く聞こえへん？ウーバー高い。で、なんかそう、で、食べるなってことやなって思った意味が、うん、最初、うん、最初、うん、なんか現金か、うん、決済、うん、カード、そう、いろいろ選べて、うん、でも、あ、現金にしよっかなと思ったんけど、うん、現金の選択がなくて、うん、あ、もう無理や、食べれへんわと思って、うん、カードにしよっかなと思ったけど、うん、でもちょっとなとか思って一回やめてん、うん、で見直したら現金がなんか設定できて、うん、で、あ、って思ったけど、でもやっぱ届かへんかったからもう食べるなってことやったんや。結局鼻が止まらん。今日花粉はマジでやばい。昨日の夜からずっとくしゃみちゃいました。え、わかる。レイさ、咳がやばい。今年の花粉、咳がやばいよ、ほんまに。なんかみんな咳言うてんな、でも、うん、咳がほんまにやばい。今日もリハ中ずっとゲホゲホしてた。うん、何、あそこ行ってみたい。レイ、態度の悪い店員さんみたいなお店。あ、でもあれ東京じゃないの？大阪にあんの？え、分からへん。普通に態度のいいお店でいいわ。あれさ、あれってさ、そういう営業方法って分かってるやん、うん、でもさ、分からずに行ったりさして逆ギレされることとかあるんかな。なんか店の外で包み置きらしいで。あ、そうなんや。ほら、もうそういうこういうこと考えるやつがおるから、もう店員さんはあのちゃんと説明してるんです、外で。だからさ、なんかさ、そんなうまくさ、うん、行くもんなんかなと思って。たまにいそうやん、マジで限度が来て切れちゃう人とか。そう分かってても。そうやん。だからマジでさ、そういう時って大変じゃない？そんな来ないよ、普通に。そういう時って大変じゃない？確かに、かわいそう。うん、でもそれでもし訴えられてさ、うん、もし訴えられたとするやん。でも、え、お店が態度悪いですって言って、うん、でもそれを売りにしてますって言ってもさ、うん、どっちが勝つと思う？そんな態度悪い売りにすんなとか言われると思う？めっちゃ、だって最近説明してんねんから。うん、ちょっとメカナさんや。おいしい。うん、ミカナさん、ここがリボンのピンをこうやってここに刺してた。うん、で、マネした、マネっていうか普通に私もで、私がネックレス履いてて、前でも浮いてますわっつって止めたら、ミカナさんも横でこうやってたっていう。あー、何かが違うってきたやん、もう。じゃあな、レイのコメントにも来てた。マジでおもろい、あのヨシミンの話の構成がおもろかった、あの時。しかもタイトルもおもろかった。何かが違う。もうヨシミンってなんか話し方うまいよな。何かが違うって何やねん。そんなこと思ってたんかい、あいつメイク室でメイクしてる時に。ほんま悪いわ。マジでおもろかった、それ。現場におったもん、しかも。いや、おったっけ。うん、あ、おったんか。何やさんに、なんでそんな前髪重いのって言ったり。チシドカフカ
笑われる、うん、シシドカフカさんも複雑やない？確かにメイクさんがちょっとカフカさんを真似てんねんって言ったらニカナさんめっちゃ笑ってたの。もう日をちょっと押すね。結構サイドポニーに巻き込まれていったかもしれん。これ決めて。確かに隙間見える、眉毛見えるもん。そうよね、多分こっちに上に全部。私はもうサイドポニーすぎてここにタンコブがあります。ちょっとオンライン初やって、ありがとう。タンコブ、あ、オンラインの締め、オンラインとかのイベントの締め切りは今日までです。あ、受付じゃなくてお支払いの注意してね。昨日一生乃木坂さんと桜坂さん聞いてた。今日も一気にずっと乃木坂さん聞いてたし、うん、まあ、頑張ってんの、うん。え、マジで最近めっちゃ TikTok に桜坂さんが出てくんねんな。うん、それでマジでもうさ、 DD ってこういうことやねんなって思うんやけど、マジでみんな可愛すぎて、うん、推しを決めようと思うやん。でも決めてもまた可愛い方が出てきて、うん、うわーくそ決められないぜってなる。だから私は箱推しです。しかも全然あんま詳しくない、まだ。でも最近 J-POP 聴いてるアイリットみたいな。私ほんと高校の時 K-POP ダンスコースやったから、うん、K-POP コースの K-POP ダンス成功やったから私高校の時。いいな、レイも K-POP ダンスしたかった。でも2年からとんのやめた授業、K-POP の3年間飽きてるやん。ほんまに月末評価とかあってん授業で。え、かっこよ、事務所やん。それが嫌すぎて JYP わかった曲に出てくる、うん、JYP のフレーズを言ってみた。でもみんな一回は K-POP アイドル通ると思うねんな、絶対。今時の人って、うん、今時のさ、こうってみんなそうじゃない。しかも露出が多いやん、テレビ番組の、日本の。わ、なんか、すっぺ、なんこれすっぺ、なんこれ。お越し会、待ってます。休憩で二人だけ。うん、待ってます。だから一昔前のK-POPマジでほぼ踊れると思う。授業でしたから。え、マジでいいな。でずっと家で一人で踊ってたで。なんか好きやったよな、レイポも。うん、TWICE が好きよ、TWICE さん。あ、そうやな、言ってた。今はルセラフィムさんと TWICE さんが好き。レイポンと私の握手会撮ってる方いるよ。うん、うるさい、うるさ、あ、待って、ごめん、船橋さんやった。上げて下げるタイプや。おもろい今の、マジで。え、漫才かと思った。うん、ほんまにおもろかった今の。マジでさ、もう王道のさ、上げて下げるネタすぎてさ。そんで、まんまと引っかかった。まんまと引っかかった。マジでおもろい。おもろ、レイチがいやないかい。そう、レイニャが自分のことレイちゃんって言うからさ、本物のレイちゃんは自分のことレイちゃんってちょっと言いにくくなってきてんねん。レイちゃんって言ってへんやん。え、じゃあだから言うときに言わんでいいやろ。なんで言いたんやん、レイちゃんって可愛いよ。なんて言うんだろう、自分のことレイ。あ、そう。レイポンワーにしたらいいやん。違う、何が違うん。ちょっと鼻かゆ。おはようございます。おはようございます。鼻かゆ今日やめたら裏向けた。何て言ってた。いや、分からんから読もうとしてきて裏向けられた。こんばんは、こんにちは。やばい、マジでもうタンコブやばい、痛すぎる。このご飯食べ終わり、頑張った。ちょっと苦しい、うん、もうでも15分経った俺、うん、はあ、この後は、え、何時オールアップ？2時開演やから、あと1時間ぐらいある、1時間ぐらいあるから今から着替えて、45分ぐらい着替えてちょっと練習して TikTok 撮って歯磨きしてやります。今日友達 M デビューやって。え、来んの？うん、女の子。コメント、そうそう。それ女の子以外ないし、しかも絶対レイじゃなくてコメント。なんや、初めての方は大体女優かな。
誰うんそうじゃない。あー、MC 期待してます、姉さん。タワー、ありがとう、クマ。私の友達も、あ、始まった。初めての時、ジョエリで一緒、レイもジョエリ。レイめ、なんかレイ、レイって、うん、いいんやって入ってから思ったんやけど、ジョエリの最善やってん、ずっと。あんだ、うん、すごくない、うん、なんかやっぱ初めてのお友達は、ジョエリで来てください、今のパン、ありがとう。え、そう、なんかジョエリの最善が取れるもんやと思ってたら、うん、今入ったら、あ、運良かったんや。死ぬジョエリやでんけど、ほなピー見バレさせんのやめてって死ぬ。困らすぎ。見つけよ、怖っ。ちゃんしも、しろくまご飯ありがとう。では、楽しみしましょう。頑張ります。もう呼ばれると思いますので。あ、ユナさん、なんで怒った今。なんで怒ってる。いや、全然喋ってこない。なんかレポン、おいで。あ、これ誰が書いたと思いますか。レポンリボン、リボン。13位、ジョーさん、ありがとうございます。では、男女読みします。ユウさん、ありがとうございます。13位、のりぶん、ありがとう。12位、ジンポン、おちん、ありがとう。9位、チャミさん。11位、奈良のあさぽん、ありがとう。1位、タカさん。10位、マイキーちゃん、ありがとう。9位、炭酸せんべい、ありがとう。8位、ポンキヨウ、ありがとう。5位、ヤマピーさん、7位、オズマ、ありがとう。6位、チャンヤマ、ありがとう。5位、シカオ、ありがとう。4位、水軍スピリット、ありがとう。3位、ツリちゃん、ありがとう。2位、スノーマン、ありがとう。1位、テイモホー、ありがとう。では、終わります。みんな、ありがとうございます。頑張ります。バイバーイ。早っ。では、最後、スクショタイムします。え、てか、ユナさん、うん、なんで卒業しちゃうんですか。パシャパシャ、しちゃうんですか。私、びっくりしました、ほんまに。パシャ、全然、思ってなかった。はい、めっちゃびっくりしました。私、家で泣いてました。かわいい、みんなそんな。これからも仲良くしてね。では、ありがとうございました。かわいいね。フル公演、よろぴくー。